悪いが、これ以上君らをスカラビアには置いておけない。ジャミルさん、急にどうしたんです？僕、本当にわからないのか。この俺の悲しい顔を見ても。え？俺の目を見たな。瞳に映るはお前の主。尋ねれば答えよ。命じれば神戸を垂れよ。スネークウィスパー。何？頭が…抗えば苦痛が長引く。さっさと諦めて従うんだ。さ…アズール、お前の主の名は？僕の主は…あなた様です、ジャミル様。なんなりとご命令を。ご、俺を平凡な魔法師と思って油断していたな。オクタビネルの領長ともあろうものが、ざまあな。まったく、お前らのせいで、コツコツ進めてきた計画がパーだ。あともう少しでオンボロ領の奴らが領世を焚きつけて、カリムを追い出してくれそうだったな。俺の手を汚さず、カリムを領長の座から引きずり下ろすために、一体どれだけ面倒な下準備をしてきたと思ってる。まずはアズールに命令して、双子と共にサンゴの海へ帰省させて。アズール、君は先日契約で奪った能力を元の持ち主に返還したんだったな。はい。ではランプの魔人のようにこいつを便利に使うことは無理か。アズールのイツアディールの利用価値は高い。こいつを長時間洗脳し続けることは難しいし。ですが、契約内容は覚えています。何？僕と契約するに至った人物の秘密、悩み、弱み、欲望。なんて趣味の悪いコレクションだ。やはりお前とは友人にならなくて正解だったな。その悪趣味なコレクションの中に、学園長、ディア・クローリーの秘密はあるのか？もちろんです。彼が漏らされたくない秘密を、僕は。やった。やったぞ！これで全てうまくいく。やはりお前は俺のランプの魔人だ、アズール。ご主人様は学園長の秘密がお望みなんですか？そうだと。学園長の弱みが握れれば、いや、学園からカリムを追い出し領長になれるんだ。話は聞かせていただきました。お？話は聞かせていただきました。お？やっと本性を現したんだぞ。よくも俺様たちは騙してくれたな。お前たち、どこから聞いてる？最初から全てですよ。談話室を出てからのお二人の会話は、ずっとアズールのスマートフォンから全世界にライブ配信されていたんです。は？現在、アズールのマジカメアカウントのライブ配信を視聴中のユーザーは、ゴス某有名魔法師養成学校の闇実況として話題騒然です。副寮長の晴れ舞台、もちろん寮生の皆さんも談話室に集まって視聴中です。ジャミル副寮長、今の話は本当なんですか？今までずっと寮長や僕たちを騙していたと。
いい人ぶっておいてひでえやつ、とんだ嘘つき野郎なんだぞ。それは違う。俺はもう言い逃れはできませんよ。アズールに使った洗脳魔法が動かぬ証拠。ジャミルさん、あなたこそユニーク魔法でカリムさんを操り、スカラビアを混乱に招き入れた黒幕だ。ことを荒立てるつもりはなかったが、こうな。アズール命令だ。こいつら全員ねじ伏せて拘束しろ。はい、ご主人様。アズール、いけません。正気に戻りなさい。呼びかけなど無駄だ。はい、僕はジャミル様の忠実な仕事なわけないじゃないですか。何？ジャミルさん、先ほどのお言葉そのままあなたにお返ししますよ。僕を傲慢な魔法師と思って油断していました。熟慮の精神をモットーとするスカラビアの副寮長ともあろうものがざまあな。どういうことだ。確実に目を見て洗脳したはず。僕はいつでも万全の対策を練ってから行動を起こす堅実な魔法師ですからね、えフロイド。海蛇くんさ、ちょっと油断すんのが早かったんじゃない？ほな、おめえ、なんだその声。俺、アズールと契約してこの低い声をもらったんだ。どう？渋くていいでしょう。代わりに俺の自慢のユニーク魔法バインド・ザ・ハートをアズールに差し出した。フロイドのユニーク魔法バインド・ザ・ハートは相手の魔法を妨害し矛先をそらすことができる魔法なんです。監督生さん、ご明察です。僕はフロイドから巻き上げた、もとい担保に預かったバインド・ザ・ハートを使い、ジャミルさんの洗脳魔法を回避した。そして操られたふりで油断したジャミルさんから真相を聞き出したというわけです。さすがアズール、頭脳派と言ってくれませんか。ま、カリムさんがジェイドのユニーク魔法にも屈さないほど強く思う相手など彼しかいないだろう予想がついてたからこそ立てられ。じゃあ見る、これは一体どういうことだ。カリム、お前が俺を操っていたなんて嘘だよな。最近たまに意識が遠のいていつの間にか時間が過ぎてたりしたことがあったけど、でもただの貧血か居眠りだろ。俺どこでも寝ちまうからさ、お前にもよく怒られてたしな。あそうだろ、俺居眠りしてただけだよな。お前が俺を操るなんて、俺を追い出そうとするなんてするわけないよな。ジャミル、お前だけは、お前だけだって俺たち親友だろ。おい、どうしたんだ。そういうところだよ。え、
俺はな、物心ついた時からお前のそういう能天気でお人よしで大嫌いだったんだ。こっちの苦労も知らないでヘラヘラしやがって。お前の笑顔を見るたび虫酢が走る。もううんざりだ。もう取り繕っても意味がない。俺はな、お前さえいなければと毎日毎日願い続けてきた。だがそれも今日でおしまいだ。俺も家族も何もかもどうにでもなる。待て、ジャミル。瞳に映るはお前の主。尋ねれば答えよ、命じれば神戸を垂れよ、スネークウィスパー。頭が、まさか寮生全員を洗脳にかけただと。お前たち、カリムとオクタビネルの奴らを外につまみ出せ。はい、ご主人様。ジャミル、かかってこい。俺のかっこいいとこ拡散してね。考えた。頼んだぞ。踊らせて。悪くない。うわっ、うわっ。だだ、もっとだ。わかった。無理するな。邪魔してやる。甘いよ。くだらない。いいね。そうだ、いいぜ。ほらよ、こうしよう。しぶきたいな。かかった。俺に勝てると思ったんだ。